ナミュール包囲戦は、オーストリア継承戦争中の1746年9月、フランス王国軍が、オーストリア領ネーデルラントのナミュールを包囲、占領した戦闘。フランス王国、プロイセン王国、スペイン王国、バイエルン戦抵抗領はほぼ同時に、オーストリアのドイツとイタリアにおける領地を攻撃した。ネーデルラントは初はめ侵攻を免れたが、1745年に、 モーリスド、サックス元帥が、フランス軍10万を率いて、オーストリア領ネーデルラントに侵攻した。フランス軍は、翌年に、シャルルロワを落とし、続いて1746年9月の初めに、クレルモン伯爵率いるフランス軍が、ナミュールを包囲した。ナミュールの中流軍は、オランダの11個大隊とオーストリアの2個大隊で、計7000人であり、指揮官は、 ホリアール伯爵だったが、彼は、老齢と病気を理由に引退、クロンメリーム将軍に指揮権を渡した後9月13日にナミュールを去った。フランス軍はナミュールのサンニコラモンの側へ攻撃を仕掛けた。フランス軍はまず、サンアントワーヌとレスピノワ要塞の向こうに砲台を2門、設置し、続いて11日の夜に砲撃を開始した。この時にはすでにオランダ軍400人が、 捕虜になっていた。18日の夜までに、フランス軍は、国令とジャンベ要塞を除いて、ナミュール城の周りにある防御工事をすべて占領した。19日の夜明けにマース川の橋の柱が3本、壊されたため中流軍は、ジャンベ要塞を放棄。朝7時に、国令要塞が投降。11時には、ナミュールの町も投降した。 中流軍は脱走者が続出しつつも城塞にこもり、一方フランス軍は城塞の包囲に取り掛かった。ドンジョン、テレネエベ、オランジェ要塞を攻撃するための砲台が建てられ、24日の午後に砲撃が開始された。砲弾の一枚が火薬倉庫に直撃し、それにより起こった火事はすぐに広がり、近くのサンピエール教会などに延焼した。数日後には、 カム要塞などが占領され、上塞とオランジェ要塞の壁にも多くの穴が開けられた。フランス軍が最後の教習を準備していると、中流軍は30日の18時に投降した。中流軍はそのまま捕虜になった。1748年10月のアーヘンの和訳により、ネーデルラントがオーストリアへ返還されることが決まると、フランス軍は1749年2月10日に、 ナミュールから退去した。ありがとうございます。